すごい人気だよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、YouTube でこちらで画面があります。お願いします。お願いします。デキリヌです。デカキンです。よろしくお願いします。あ、知ってます。僕ありがとうございます。すごい嬉しい。ありがとうございます。やったやった。イエーイ。すごい。ありがとうございました。あ、待って待って、ちょっと危ない危ない。今日はですね、見えた見えた。シンガポールに来てます。本日のゲスト、これはもう、はい、自己紹介してください。よろしくお願いします。僕らがゲストみたいになってるじゃないですか。ちょっと待ってくださいよ。こんな、もう、うわー嬉しい。一生誰にも触れさせないです、このカメラ。これだけでも大満足なぐらい。はい、ありがとうございます。質問お願いします。あ、いいですか、はい、あの真面目な質問なんですけども、はい、僕がもし子供だとしたら、何と言ってダイエットさせますか。僕の子供。はい、もちろんです。僕の子供ですか。はい、もちろんです。他人の子供ですか。あ、違います。マッケンさんの子供です。何と言ってダイエット。はい、この140キロありますので。140キロなんですか。あります。僕のこれ以上です。あ、ちょうどですか。倍以上。倍以上。すいません。何と言ってダイエットさせてくれますか。なんと言ってダイエット、まあ、なんか無理してするものじゃないんですよね。優しい。うわー嬉しいな。無理してしてもリバウンドしますから。うわー、もし本当にダイエットしたいなら、あのうちのジムに来てください。あ、ジムに。ありがとうございます。こういうお父さんと呼ばせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。わーすごい優しい。やばい、すごい優しかった。このカメララップラップ、ラップラップ巻かなきゃダメだ。もうやばいですよ。触れない、触れないようにしないと。ラップ巻こうね。ラップ巻きましょう。すげー、すごい。しかも知っててくださってたよね。え、すごいですよ、デカケンさん。すごい嬉しいね。嬉しいですね。面白かったね、しかもね。ね、フェイクにいい方でした。これもここ外しといた方がいいよ。一生洗えないし、もう一生誰にも触らせられないんですよ。ふざけて触ろうと思ったけど、絶対ダメっすね。怒りますよ、切れますよ、私が。